はい、どうもお世話になっております。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争より HGUC144/1 ズゴックエクスペリメントです。こちら2003年8月発売、販売価格は1320円となっています。はい、本キット HGUC のナンバリングとしては39となっています。同じ年代に発売された HGUC と言いますと、ハイゴッグ、ジム、寒冷地仕様、量産型ザック、ゼータガンダムなどが挙げられます。はい、HGUC のスタートが1999年、5月発売のガンキャノンですので、まあズゴックエクスペリメントについてはかなり初期のラインナップということになりますね。はい、それでは説明書の方にズゴックエクスペリメントの解説が記載されていますので、そちらを読み上げていきます。 MSM-07E ズゴックエクスペリメント。一年戦争末期、広告軍はモビルスーツが抱える種々の問題を解消すべく統合整備計画を実施した。それは水陸両用モビルスーツにも及び、部品の共通化、簡略化による大幅なコストダウンや操縦性の改善などが図られた。かくして誕生した MSM-07E ズゴックエクスペリメントは、いわばズゴックが得ようとしていた本来のスペックをほぼ達成した機体であると言える。例えばゴッグがこの計画を経ることでそのシルエットまで変えてしまったのに対し、ズゴックはショルダーアーマーの追加や側部の変形など細部に多少の設計変更が施されているものの、ほぼそのままの形で作られていることを見ても明らかだろう。ジェネレーター出力などは先行するズゴックとほぼ同等ながら、主推進機である熱核水流ジェットの脚部への一元化など内部構造が整理効率化されたことで、陸上行動用スラスターの増設なども可能となり、陸戦における格闘時のレスポンスや機動性が改善されている。さらに水中航行時は腕部脚部の収納による整流効果の向上により航行速度も向上しているのである。ちなみに機体名称の末尾につけられた E はエクスペリメントを意味していると言われ、本機をあくまで実験用あるいは試験用とする説もある。実際参戦記録も少ないため量産されなかったか、あるいはごく少数のみが量産されたと言われているが、ある資料には北米各沿岸、南アフリカ、インドア大陸沿岸、豪州南岸などが調達先として記載されており、実際の配備状況や生産数などの詳細は不明である。はい、ということですね。では続いてズゴックエクスペリメントの各部位、武装についての解説です。魚雷発射艦、頭部上面に6門装備され魚雷を発射する。コクピット、第2期生産型のモビルスーツ用に規格化されたコクピットコンポーネントが採用されている。ショルダーアーマー、水中航行時には腕部のフェアリングとして、戦闘時にはフレキシブルアームなどの装甲として機能するほか、機動用のサブスラスターも装備する。フレキシブルアーム、航行時は肩から肘までが収縮して水流抵抗を軽減する。バイスクロー、広告軍の水陸両用モビルスーツの多くに採用されているアイアンクローは、掴むことが可能な準マニピュレーターとして機能するものも多く、格闘への対応も可能であることから、コンバットクロー、あるいはバイスクロー（括弧バイスは万力、掴む）とも呼ばれる。ビームキャノン、エネルギーキャップによる内蔵型のビームライフルともいえる武装。連射が可能であるため、近接戦闘においても威力を発揮する。ビームカノンとも呼ばれる。
コントラクティブルレッグ。航行時は腰から膝までが収縮して水流抵抗を軽減する。水中ジェットパック。背部に装備される脱着式のブースターパック。ジェットパックと呼称されているが、実際には化学燃料式のロケットブースター。背部のスラスターと併用することで地表面での滑走や飛翔が可能なほどの推力を持つ。例えば上陸地点が数十メートルの断崖絶壁でも垂直方向から上陸できる。はい、ということですね。説明書の方ではズゴックエクスペリメントの劇中での活躍がテキスト化されています。続いてはそちらを読み上げていきます。宇宙世紀79年12月9日、航空軍の特務部隊サイクロプス隊が連邦軍の北極基地を急襲した。5海里ほど沖の母艦から出撃した1機のズゴックエクスペリメントと3機のハイゴッグは基地の手前で二手に分かれ、連邦軍の新兵器を捜索。ミーシャとガルシアのハイゴッグは輸送機と格納庫を狙って表現を疾走、正面から基地を強襲する。ズゴックエクスペリメントを狩る隊長のシュタイナーはハイゴッグのアンディと共に海面下の秘密ドッグから基地内に侵入。リフトを先行したアンディはまさに今飛び立たんとするシャトルを発見。相打ち覚悟で突撃を敢行するが、ジムの熱い弾幕をその身に浴びてしまう。果たして駆けつけたシュタイナーの眼前でアンディ機は倒され、目的の物を乗せたシャトルは宇宙へと飛び去ってしまった。戦いが終わり、静寂だけが支配する連邦軍基地の残骸の中、アンディを悼むシュタイナーの慟哭が表現に虚しく響く。はい、ということですね。それでは続いて説明書の解説にも登場した統合整備計画について確認します。ズゴックエクスペリメントは統合整備計画によって開発されたズゴックの性能向上機という位置づけになります。それではその、統合整備計画についてです。提唱者はマクベ、当時中佐。提唱時期は開戦間もない宇宙世紀79年2月だったとされる。ジオン公国軍モビルスーツのメーカーごとに異なる部材や部品、装備、コクピットの操縦系の規格・生産ラインを統一することにより、生産性や整備性の向上、機種転換訓練時間の短縮を図った計画である。また兵士の不足による学徒動員などを見越し、操作系のフォーマットを統一することで未熟なパイロットでもモビルスーツを効率的に運用することも目的としている。しかし実際に本計画が実行されたのは大戦末期にゲルググが完成して量産された後であり、全兵器を統合するには時間的に手遅れだった。しかもこれらの新規格機は在来機とは文字通り一目でわかるほど外見上の規格が異なり、機体のパーツどころか蛍光火器やその弾薬さえ全く互換性がなかった。当然生産や整備、乗員の再訓練の手間は改善どころか悪化したものと思われた上、戦局の悪化やマクベが失脚戦死したこともあり、戦局に影響を与えるほどの数は量産配備されなかった。はい、ということですね。では続いて統合整備計画の設定の経緯を確認します。0080が制作された当初、この作品に登場する出渕豊デザインのモビルスーツは初代機動戦士ガンダムに登場した大河原邦夫がデザインしたモビルスーツの外見を当時の時代性に合わせて見劣りのないようにリファインしただけのもので、設定上は同じものであるとされていた。しかし0080の第1巻発売直前にプラモデルの商品展開の都合もあり、本作に登場するのは
初代に登場したモビルスーツそのものではなく、それを改良したものであるという具合に設定が変更され、ザク・カイ、ジム・コマンドなどといった固有の名称が新たに付けられた。そして改良型が生まれたことに対する説得力を深めるため、統合整備計画の設定が付加されたのである。はい、稼働はご覧の通りですね。純粋な人型モビルスーツではないため、単純に広い狭いとは言い難いですが、肘膝はほぼ90度ほどしか曲がらず、フレキシブルアームも内部に1本の軸が通っているだけ、腰に回転軸はなく、腹部のボールジョイントで胴体を若干左右に触れるだけですので、まあ、特に上半身は可動に制限があるという印象を受けます。一方で股関節と足首以下は比較的柔軟で広めの可動域が確保されているように感じますが、まあ総合的にポージングの選択肢はあまり多くないように感じます。かなり古いキットでもありますのでやむを得ないと思います。はい、ということで以上 HGUC144 分の1ズゴックエクスペリメントの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。